まあ、いろんな方がね、ちょっともう告知してる中、今回、なんと、3月31日、レモンガススタジアム平塚で、フットボールドリームプロジェクトが開催されます！おーい！まあ、何かと言いますと、とにかくすごいです。まず、三つどもえの戦いで、はい、FC リゼル。これはまたソサウチのメンバーと別に。YouTube オールスターですね。そう、YouTube、そう、リゼルの仲間たちをこう集めたメンバーと。メヒカーとか、ウンパーとかね。そうそうそう。と、お笑いオールスターのスマイラー。はい。お笑いオールスター。オールスター。オールスターのスマイラー。はい、この2チームと、なんと、J リーグレジェンドオールスター。はい。やっていきます。ラッサン率いるね。ラッサン率いるね。だからラッサンが敵なんだよね。そう。今回ラッサンが敵です。ラッサンは相当な、敵を持ってるらしくて、絶対あいつらに対しては。負けたくない。負けたくない。このイベントがなんと、リゼルメインのイベントが。はい。えぐい。これはね、2年前にですね、ジャパンオールスターあったじゃないですか、ウィナーズ。やりましたね。あれやった時に、宮丸さんとですね、うん、これ俺たちでできたらいいっすね、みたいな。いつかやりましょう、みたいなことを言ってて、なんと、実現できました。エグすぎる。エグい。マジで。ちょっとメンバー発表していいですか。はい。まずここにいるリゼム、プラスドルジ。これドルジはちょっと追加招集という形で、はい、入ります。そして、ウンパ。で、チームマギヒカからマキ、ウメ、はい、エゲン、うん。で、中シュン。おー、シュン。タケル。だけど、はい、野田ね。ジャイさん。ジャイさん。かけるがいます。で、マネージャーに、なーちゃん。なーちゃん。なーちゃん。で、ワグ。おー、ワグさん。ワグね。そして、テセサクチャンネルから、え？テセサクチャンネル？小野寺と吉野。あ、テセサクはどこ行ったの？テセサクの小野寺。お前だね。生徒会長来るのね。生徒会長ってサッカーあるね。現状でね、まだこうちょっとメンバー変わるかもしれないですから、と追加招集。なんかこんな人がこんな人が来るかもしれないみたいな。まあまあ噂はね、ちらほら出てますけど。そしてまだ私もいつも通りスマラメンバーです。てか J レジェンズもエグいよ。やばいメンバー。そこがエグいよ。それでは J レジェンズコンベンションで発表してっていい？うん。ゴールキーパー深谷圭介。おい。まあ、デリーまあ、デリーだけど、まあまあ、レジェンズかというか、そこはちょっと、まあまあまあ、まあまあ、相手か。まあまあ、だからこれ、カメラ、元 J チーム。元 J にさらにレジェンドが追加されてる。はい、もう。レースライン、ナス大輔。まあ、ナスさんね。あ、研究みたいな、そっか。はい。で、坪井さん。おぉ。坪井さんに関しては、スマイルでヘッドコーチやから。で、駒野さん。おぉ、先輩。大先輩。そして、太田康介さん。去年までやってますから。ガッツシ菊池大輔さん。大輔いいの。はい、同級生ですよ。今レジェンドなの。それもやってないの。フットサル選手らしい。フットサルに転校しました。そうなの。サッカー選手をやめてフットサルに転校しました。そこ注目選手ツバケイン。そっから攻めよう。ツバケインがおる。じゃあツバケインあれですから、ジェリーがですよ。はい、相模原ね。で、ミッドフィルダーとフォワード、ここもちょっとまとめますね。岡崎健也選手。おぉ、健也くんね。西田剛選手。おぉ、ゴーです。田中純也選手。おぉ、リーダーの中で。え、リーダーまでやって、リーさん。リーさん。大津幸選手。おぉ、え、1点組やったんや。電撃引退とかびっくりしたわ。うん、ちょっと。で、柏木陽介選手。おい、おい、大変だ。おい、おい、人たちばっかり。すぎるよ。大久保良人選手。おぉ、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 去年まで現役だから、柏木選手、大津選手、田中純也選手、太田康介選手、太田康介選手、シュバエグイ、深谷圭介選手。いいです、深谷圭介は、おととしです。あ、そうだ、去年ウィナーズ。去年ウィナーズ。去年ウィナーズ。岡崎健也選手。そうだ、今日は。おぉ、てか、ほぼそうじゃん。結構やばいから。ほぼだから今、動けるやん。だから、動けるレジェンズってことや。動けレジェンズ。レジェンズ。動けレジェンズ。でも動ける人と動けない人の差は発揮してくれ。まあ、とりあえず、つばけんよ、とか。ほんまね。絶対そこはでやるよ。つばけん出んかってどうするの。つばけんインスタでランニングしてたよ。仕上げてる、仕上げてる。で、なんと、チケットが、まあ、概要欄貼ってあるんですけど、500円から買えます。安い。安い。安い。
1000円。いや、高くてですね。高くて1000円な。しかもこれ、もう一つ発表します。もう。私が復帰戦でございます。勝手にではないですけど、まあ順調にいけば、そこの試合で出れるんじゃないかなと。なのでね、ぜひ、いや、これはね、皆さん、足を運んでください。1年1ヶ月ぶり？そうだね、試合はそうだね。えぐいな、1年1ヶ月ぶりしかないけど。なのでぜひね、その復帰した姿を見に来ていただけると嬉しいですね。はい。1試合目が我々はスマイラーズと戦うのかな。3試合見れるからね、1枚のチケットで。しかもハーフなの。ジャパンを終えた時は1本なの。20分ハーフも3試合を行うので、ちゃんとガッツし見れるし、他のねイベントも、他のイベントがね、俺噂によるとリレー対決ありましたね。リレー対決とか、あとライブもね、湘南の方のハン君に。ああ、もう言うてんの、それ。バイスリーブーストが見えるんでしょ。そう。バイスリーブーストご飯とかね。いろんなものね。お祭りですもん、これは。祭りなんだ。だから、ぜひ。いや、メインスタンドで1000円。もう、やばいって。安すぎる。だから、みんなに楽しんでほしいっていう思いを込めて、このイベントをしてるんで、チケット価格をもうガーン下げて。だから、ぶっちゃけ儲けとかじゃなくて、お祭りをしましょうっていう感じなので、皆さんにね、楽しんでもらえたらと思います。いろんな詳細等は、概要欄の方に貼っておきますので、そこからチケットも買えるようにじゃあ、しておきますので、ぜひ。そちらの方で皆さんお願いします。もうガチでガチやりに行くんで、ちょっとそれに向けてのね、どうするかもね、マジ勝ちに行こう。いや、勝ちたいですね。あとやっぱちょっと埋まってほしいな。確かにそうだね、席が。そしたらかなり盛り上がると思うし、俺は注目はやっぱリレーってマジでおもろいと思う。大人がガチでリレーしてる姿ほど面白いことないよ。リレーエグいな、めっちゃ面白い。なちょっと面白いやんな。で、陸上競技のあとトラックあるから、めっちゃ面白いなって思うよ。そういうないあのイベントとかもありますので、皆さん来てください。お願いします。お願いします。ということで、まず怪我しないように、次に向けていろいろと頑張っていきましょう。はい、この動画が良かったら、コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。詳細はまた概要欄に貼っておりますので、ぜひ見てください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time. 来てねー。